ロコロシに、さ、うと。はい、みなさん、こんにちは。三遊亭、キュートです。はい、阪神は、開幕、二連勝です。やったーいやいやー、こんなね、結末になるなんて、ほんと、思いませんでしたね。 ええー、私なんかね、今日はね、もう昼間は子供のね、習い事の送り迎え、で、自分の歯医者ね、えー、あの、定期検診があったもんですから、もう昼間はね、見ることができなくて、夕方6時から、もう携帯もね、スイッチ切っちゃって、もう情報入ってこないようにして、リアルタイムで見てるような感じでね、こう、見てましたけども、何なんでしょうね、これ。もう初回4点取られてね、あもうどうなんだ、今日は。これは負けちゃうんじゃないかと思ったら、追いついてね、でも、 もう、6回以降、もうずっと投手戦ですよ。もう痺れるね。投手戦でね、えー。もう12回まで出たでしょ。もう最後ですよ。延長のね、最後。ね、向こうは最後。えー、ね、山崎、康明は残ってんですよ。俺はもうどう考えてもあるでしょう。う引き分けでしょう。やってもね、うん。そして2アウトから。ね、糸原が。 もうヒット打って、そっから繋いで繋いでも、近本のさよならヒットですよ。いや、驚いた。野球はツーアウトからって言うけど、本当だね。いやいやいや、すごいぞ阪神はい、今日のお品書きですが、1、さよなら男、近本。2、富田蓮、プロ初勝利。3、キラッと光る控え、糸原、坂本。4、 二試合連投、岩佐、浜地、岩崎。はい。そして、最後は、プロ初ヒット、初打点、森下という感じでね、えー、ちょっと話をしてみたいと思います。はい。さようなら男、近本ですけれどもね、近本は毎年スロースターターターでね、なかなかこう、最初の一ヶ月ぐらいはあんまり打たないんですけど、なんとね、今、打率は、 4割2分9厘ですよ。すごい今日は5打数3安打。で、さよならヒット。素晴らしいですね。いや、もう近本すごいんで、いや、みんなね、いい仕事してるね。もう、あの、ダイソーで出た上田海なんつったら、もう初級でも盗塁を決めちゃったりとかね。大打の木波も、送りバントピシャッともう決めたりなんぞしてね。で、僕はもうな、大バータ。大バータンがすごい、あの、守備の安定感。それに、あの、なんすか、打席もすごいですよ。 あのー、粘るしね。えー、今、打率5割ですから。うん、一番すごいんですよお。頼りになっちゃうっていうね。いやー、ほんとすごいなー、みんな。はい、プロ入り初勝利を挙げました、富田蓮投手ですけれどもね、21歳、ドラフト6位でね、入ってきたばっかりですけど、えー、富田選手っていうのはね、なんかあの、この、入団する前から、すごくプロで使えるんじゃないか。プロ向きじゃないかとこう言われてたんですけど、いや、本当にいいですね。えー、 あのー、すごい速い球投げるわけじゃないんだけど、ねあのー、専門家じゃねどこがいいのかもわかりませんが、まあ、とにかくいいんです。<laughs> そういうことで、ね、ええー、ね、初登板で、初勝利ですよ。 すごいですよ。なんかね、あのー、12回裏のね、攻撃してる時ね、この、もうなんか祈るような姿が、もう画面を通してね、こう、わかりましたから。ええー、ね、本当めでたいわけですよね。えー、まあ、初勝利というと、村上投手にもね、あのー、勝ってもらいたい。いや、今日もね、いいピッチングしたんでね、まあ、そのうちね、えー、村上投手もね、頑張ってくれると思います。 はい。キラッと光る光、糸原、坂本の話ですけれどもね。この二人はですね、矢野監督時代は、ね、レギュラーで、ね、出た二人ですけれどもね。岡田監督が就任してからもうセカンドは、コンバートした中野。 ねキャッチャーは梅めとか言ったもんですからね、こう、なかなか出る機会がないんですけど、いや、糸原はね、いい仕事してますね。昨日もね、もう、セカンドゴロ打って、こう、見事にこの、つなぐ仕事したしね、あの、坂本だってね、今日あの、つないだんですよ。 最初の打席もね、チャンスだったんだけど、打てなかったんだけども、12回の裏、ね三遊間にこう、しぶとくヒット打ってね、もう、レフトが前進してたから、うん、帰れないよっていう感じでね、本当はヒーローなんだけどもっていう感じで、二人はね、渋い。いい仕事をしてるね。これからも頼みますよはい、2試合連投したね、岩佐、浜地、岩崎でございますけどもね、岩崎もね、安定してたね。 うん、いい球いってたし、うん。今日なんかも全然好きなかったね。うん。で、ハマチね。ハマチはね、ちょっと心配してたんですよ。うん、やっぱりね、えー、2年続けてね、活躍する選手ってなかなかいないんだよね。だから疲れが出てたりとかね、怪我をしたりなんぞしてね、なかなかこう、続けてこの、うん、まだ若いしね、この活躍するっていうのはね、ちょっと不安だったんだけども。ね今日もね、いいピンチクして、えー、まあよかったよかったって感じで。で、湯浅 岩さんね、今日はね、あのー、なんか力が抜けてたね。こう、力あまり言えず、スーッとこうね、いい球投げてたから、コントロールを安定、安定してましたね。えー、でもなんかもう一つだね。もう調子がね、本調子になるまで、もうちょっとだね。えー、まあとにかく、う頑張ってほしいということですね。はい、プロ初ヒット、初打点を挙げた森下、スーパールーキー。<laughs> いやー、やっぱ持ってるね、彼はね。いや、プロ向きだね、本当にね。で、僕が好きなのはね、あのー、延長の10回の裏ですよ。この、セントバッターで、このファーボールを選んだんですけど、このファーボールになった瞬間うわーっとこ吠えちゃって。いいね。もう、彼はもう本当、もうすぐね、もう、スタまあ、ノイズにもいいからな。 まあ、しばらくはこの打順でしょうけどもね。いやー、いい打線になってくんじゃないかな、これからね。で、森下で、もうすぐホームラン打つんじゃないかなと、こう思ってますけどね。あ、とにかく頑張ってね。森下いやー、本当にいい流れで開幕ね、2日終わりましたけども、何なんでしょうね。あの、隙がないね、阪神ってね。あの、守備がやっぱり固まってるから、なんか、 あの、ミスするような感じしないしね。まあ、ちょっと、あの、佐藤輝明が、ちょっと、スローインがちょっと怪しいけど、あとはもう隙がないね。うん、昨日だって、板山がね、スーパープレイやったしね。いやー、これはね、いい流れですよ。うん、で、やるべき人が、やるべき仕事をきちっとしてるっていうのがね、 そこが、この隙がないっていう感じでね。えー、なんか今日はヤクルトも2連勝しちゃったみたいだけど、やっぱヤクルト強いね。えー、中日も侮取れないしね。巨人だってね、取れないし。やっぱ DNA も強い。DNA ね、あの後ろのピッチャーすごくいいね。打てなかったもん、阪神。あいやー、やっぱ DNA はやっぱこれから上がってくると思うよね。今のうちに叩いておこうっていう感じで、明日も3連勝目指して、はい、先発は佐伯 岡田監督来てましたよ。うん。おい、もう明日投げるやついねえからな、9回まで頼んだぞとか言ってましたから。最近、できるだけ長く頑張ってくれよさあ、目指せ開幕3連勝そしてもう去年のお返しのね、開幕9連勝を目指しましょう頑張れ阪神